IC カードを読ませる GPS を使う。 IT 企業の生み出した新たな勤怠管理システムとは。高齢化が進む日本、それを支える介護職員の人数も増えつつあります。 IGL グループの経営するナーシングホームゆうゆうもそうした施設の一つ。スタッフは複雑なシフトで勤務しています。あら、夜の23時から、今朝の9時まで。明日は16時から次の日の朝の10時まで。2日前が夜勤明けで朝10時に終わって帰って、昨日が1日休みです。で、今日が7時から夕方4時までで。早朝から深夜まで大きく5つの時間帯に分かれた勤務。管理は悩みの種でした。私の管理は、40人から50人です。タイムカードをみんなが確実に打ってくれているかどうかというところの確認。中にはやっぱりタイムカードを打ってないところもあるんですね。この日何時に退勤したのというような確認をしたりというようなことをお一人ずつやっておりました。3日とかはかかっておりました。 IGL グループの職員はおよそ1400人。それだけの人数の勤務を確認し給与に反映させる労力はとてつもないものでした。その悩みを解決したのが変える勤怠管理。 IC カードをかざすだけで出退勤が記録されるシステムです。スタッフの勤務状況は一覧化され、パソコンから見ることができます。毎日のように、あ、昨日は残業したんだねとか、そういったことを確認しながら承認していけるという作業があるので、月にまとめてするということがなくなりました。はい。勤務を一括管理する変える勤怠管理、その開発をしたのが府中町にある株式会社 ITZ マーケティングです。これからお客様が必要なとするサービスを、創造していく会社、サービス創造会社ということで、会社としては位置づけております。介護業界ばかりではなく、医療、飲食、派遣、アミューズメントの5つの業種に特化した変える勤怠管理。そこには独自の戦略がありました。他社様が1 ID いくらという形で、ID 課金をしているものに対して、1拠点あたり何人使っていただいても最低の料金が5500円、そこにプラスアルファタイムレコーダーが無料でレンタルされますよと。 IC カードを使用していることも特徴の一つ。原点を見せていただきました。こちらが私たちが初めて作ったタブレット型のタイムレコーダーになります。 IC カードをかざしていただく、簡単に勤怠管理ができると。電子マネー系もありますし、交通系もありますし、いろんな IC カードあるんですけど、日本で流通している IC カードほとんどこちらで使うことができます。サービス充実のために端末をブラッシュアップ、自社開発のジュピタータブが誕生しました。外付けで IC カードリーダーというのつけてやってたんですけども、接合部でのトラブルが非常に多く、トラブルが少ないようにオールインワンの形にしたというのが経緯になります。変える勤怠管理の開発は IGL グループ全面協力で行われました。中心となったのが永見さん。ここの40人近くの責任者たちが月に500時間ぐらいですね、この勤怠管理集計業務っていうのに手を取られていまして、 ITZ さんが出されていた勤怠システムを見つけまして、パク社長からの、ご提案でですね、共同開発という形で導入 していくような方法はどうだろうかと。共同開発、そこにはパク社長の思いがありました。例えば介護の分野でどんなことが実現できたらもっと効率いい勤怠管理ができるのか教えていただきたいということで、業界に深く入っていった、実際こういった機能が必要ですよ、だからすぐ帰ってですね、開発者と実際にミーティングをして、この機能をじゃあどう実装するかということで、もう数日の間でこうアップデートしたりとかっていうことを対応させていただいたと。ユーザーの求めるものを取り込み、具現化されたものが変える勤怠管理だったのでした。
残業申請もシステムの中でできるようになりました。赤字で表示されているものが残業時間、この日は何をしてたんだなっていうことが数字で分かるっていうところは大変便利ですし、紙ベースで申請をしなくていいという点でも今の時代に即した申請かなと思います。こちらが残業申請の画面、実際に体験した時間、このように入力します。その後にこの申請ボタンで申請を。提出された申請はリアルタイムで上司がチェック。今までは紙ベースでしたので、職員が僕のデスクまで来て承認作業になってましたので、これでしたら移動時間を使用してこういった承認作業をしてます。みんな同じ情報を共有できるというところでは便利になってます。 ITZ マーケティングはシステムアップデートを目的にヒアリングも行っています。勤務形態ごとの夜勤の回数をカウントするようにちょっと修正をお願いしたい。10月の給与計算ってところには間に合うように組めるのかなとは思います。人員体制の変更の部分だったりとかですね、やっぱり最低年一はご相談させていただいていると思ってます。お客様の、ベストアンサーっていうのをこう全て弊社の方で揃えていくっていうような形で、サービスを展開していくってイメージですね。広島市東区にある交通会館ビルを清掃するために出勤した人がいました。到着して最初にしたのは設置されている GPS 端末のボタンを押すこと。会社に出勤しましたっていう連絡です。私はここにいますよっていう連絡になるのですごく安心しますね。はい。直接勤務先に入る一人現場、こうした勤務の管理に貢献しているのが ITZ が開発したカエル勤怠管理 by GPS です。勤務地でボタンを押すと清掃担当者を管理している富士ビルサービス本社に信号が飛びます。こちらが実際に使っている管理画面になります。先ほどのこちら交通会館ビルとありますけれども、現在勤務中になっている状態です。以前の一人現場では勤務者はタイムカードを押して会社に勤務開始の連絡をしていました。その電話を受けるスタッフは早朝から出社していました。またそれぞれの勤務地のタイムカードを回収する業務もありました。そのすべてがシステムの導入で解消されたのです。稼働現場数1日でおよそ170件あるんですけれども、この一人現場そのうちの約50件リアルタイムでパソコン上から出勤時刻というところも分かることが大きなメリットの一つと思います。現場の半径何メートルという設定ができますので、出勤になるということは必ず現場にいると、そこは安心材料の大きな一つだと思います。満足度向上に向けて新しい端末も開発しました。ジピターミニということものを開発をして、こちら打刻ボタンを押していただくということに対しては基本的には同じなんですけども、予定のところをクリックしていただくと自分の予定を確認することができる。でさらに出勤前確認ということで1時間とか2時間前にあなたは今日行けますか、はい行けますということの確認ができるようになってございます。常に新しいサービスを追求する企業なのです。遠隔地への営業はウェブで、無償体験期間を設け実感してもらいながらシステムの良さを知ってもらうようにしています。課題点、ここをさらに深掘りをしていって、さらに新しいサービスを創造していって新たな価値を創造していきたいというふうに考えている次第でございます。